雨もやばすぎてなんか泣きそうになりながら帰ってきました今ハートありがとうございます <coughs> 今日はくまちゃん部屋ですハートありがとうございます 冒頭のあまり新鮮でしたね夢さなんかあんま記憶ないんですけどなんか最後さ何か,かみんなで思「思い出つきあっ思い出つく思い出作っていきましょう!」みたいな言った気がしなくもないんだけどでもあんまじっやっぱ裏返ってたやっぱりなんかでもあんま裏返った感覚しなくてだけど裏返った声が。 スピーカーから聞こえて「あ今の夢かなここの土地にいやってきて」みたいな全然自覚なくてあやっぱ夢だったんだハタありがとうございますキラキラありがとうございますやっぱり喜んでたんだ恥ずかしいな芽絶対煽り千秋楽だったのに恥ずかしいよ本当はさ今日言ったのが何か今日は あとリバイバル公演も残り4回皆さんたくさん目に焼き付けていってくださいみんなで今日は思い出作りましょうって言ったんですけど本当はさなんか本当はあと4回目に焼き付けてくださいで終える予定だったんだけど尺は余っちゃってどうしようって思って思い出作っていきましょうって言ったんだけどだから慌てちゃって思い出作っていきましょう やっっぱ裏返ってたんだでも夢さすっごい平気な顔してたじゃないですかあれ裏返った自覚がなかったから平気な顔してた <laughs> ほんまにはずいお星様とありがとうありがとうございますあ関節すごかったですね見えましたかありがとうございますハートもありがとうございますそう2期が揃ってたそうなんですよねえなんかでもたま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 揃ってるのかと思ってた 残酷のハモリも急遽いや多分ねリハからハモってくれてたから多分ひなちゃんが今日は夢の今日夢の声の調子いいって思ってくれたんだと思う <coughs> なんか あれだね卒業発表の後の公演ってなんかどういう風うに話せばいいのかわかんない普通になんて言うんだろう公演に来てか来ていただいた方への感謝を伝えようと思うんですけどはた <laughs> <laughs> あ,ありがとうございます白もこもこ着て押し服装できましたありがとうございますまた,また来てね新公演もでも千秋楽でも 肌がが色白すすぎてびっくりりししままたありがとうございますなんか冬になるにつれてどんどん色…私色落ちって呼んでるんだけどだんだん日焼けがどんどん戻っていくのが色落ちって呼んでるんだけどどんどん色落ちしてくる天使ありがとうございますなんか自分がさ卒業発表見届けたの青ぶりだと思うんですよ私だよね だからなんか、どういうふうに振る舞えばいいのか分かんないんだけどやばいねなんか動期がどんどん減っていってしまう <laughs> 最後に少々触れとった、ありがとうございますじゃ新公園でもどうぞよろしくお願いしますね。<laughs> て毛が落ちちてきちゃうなんかでも ももととこれ S 字フックみたいな形してたんだけどさ巻きが落ちちゃってさ意味のない遅れげみたいな堂々としててかっこよかったありがとう嬉しいやっぱり私本当にさ公演なんか公演のさなんていうのパフォーマンスしてるところを褒められるのが私一番嬉しいのでお世辞でも嬉しいだからみんな思ってなくても言ってね公演の夢ちゃん っありがとうございますそう2期六人になっちゃうんですやばいよね最初16人いて最初の最初は19人いてねもうなんかもともとそうだけどさなんかもうもう卒業生の割合の方が多いのかって思うと。 天使ありがとうございます。ねえんか本当にでも、ね、もう56年も経つんだなって思うとねえもうなんか長いよねなんかなんていうんだろうなんか。 コロナと被ったりもしてたからなんかなんだろう普通のなん,なんか5年なんて言うんだろう何もなかった5年6年とはまたこうなんて言うんですかね56年分ではないこうなんかさギュッとしたら絶対に56年分に満たないからなんか ななんんんかかいつまででもてうすねさすがにもう新人気分はないけどなんかまださなんて言うんだろうなんて言うんだろうまだなんかなんて言うんですかねなんかこなれ感が恥ずかしくて <laughs> まだいまだに。だって最近。 なんか初期の頃はみたいな言えるようになんか恥ずかしがらずに言えるようになってきたのが最近で <laughs> 初期の頃こうだったよねみたいななんか恥ずかしくて言えなかったけどでもなんか改めて考えたらもう5 6年経ってるんだって思ってねなんか小学そう小学校分 の年月をここで。過ごしてるんだって思うと。なんかもう。だから、なんか。そうですね。なんか寂しい。気持ち百パーセントよりも。こうなんか。よく頑張ったねみたいな。なんかもう。なんていうんですかね。なんか次の。未来。 将来未来に向かって背中押したいなみたいな気持ちも気持ちの方が何か強いかもしれないですね。ですね。初相さん美しくてまぶしすぎましたありがとう。 嬉しいまた二度目曽我部さんしに来てねてか「曽我部さん <laughs> ちょっと距離あるからさや,やめよっか <laughs>」「ハートとお疲れありがとうございます」「そう明日でさ劇場公演デビューか五5周年なんです」「天使ありがとうございます」「やばくない?」ちょっとここから。 私これ話したことあるかななんか話したことあるかな今だから言える話なんだけどなんか話したことあるかもしれないんだけどさ当時は本当は11月6日くらいに劇場初日を迎えられる予定だったんですよ。 話したことあるかな,こんなん思っ,たよってだけどそういろいろあって二十そう上旬のデビューができなくなって「初見の方ありがとうございます」で私もう爆泣きして本当に今でも覚えてるんだけど話したことあるか今でも覚えてるんだけどじゃじゃあラフに話すね。 なんか本当に悔しくて <laughs> 本当に悔しくてなんかそのステージ裏のベンチがあるんだけどそう本当に悔しくてめっちゃもう大泣きしてそしたらその時ミリーがいたんだけど一緒にミリーがずっと背中さすってくれてあとマネージャーさんも励ましてくださって。 ハートとキラキラありがとうございますだからそ,その時にもう絶対11月に11月以内に絶対デビューしてやるって決めて本当にすれすれ滑り込めましたね11月29日に肉の日絶対11月にデビューしてやろうって決めて懐かしい毎日レッスン場通って。 ずっとやってたそうだからさ未だに私リバイバル公演の君のニュースの歌割りがレッスン上その裏で背中を震わせてたなんですよ2番の平歌なんか毎回そこの歌詞がめちゃめちゃ染みてなん,かもうなんか自分に当てはまってすぎててその時のことを毎回思い出しちゃうんですけど そうしかもさマナと歌わり一緒だったからさなんか余計になんかよく「なんか頑張ったね」の気持ち。<laughs> それもっと早く聞いて夢田は接しらくしたかったごめんね言えばよかった夢田の初日入った夢品もありがとうはたありがとうございますまだね初日の時の景色覚えてる本当に本当に不安だったんですけど私だって当時研究生でさもう 当たり前だけども先輩方しかいらっしゃらない中でドラさんが4人とドラさん3人とか4人かなとあと同期青と爽やかなも出て,てて、まあ、当たり前に先輩ばかりでしかももう先輩方の講演だから先輩方のファンの方しかいらっしゃらないじゃないですかで当時研究生講演もしてなかったしなんか。 本当に不安で私を見に来てくださる方がいらっしゃるのかなかみたいな。だけどめっちゃ心配だったんだけど幕を開けた時に幕を開けた時っていうかその LED が開いた時になんか思った以上に私も誰もいらっしゃらないくらいの覚悟だったから <laughs> 雨ありがとうございます。だから そうなんかかなんか <laughs> ポツポツポツと私のサイレを持ってくださってる方がいらっしゃって本当に本当に嬉しかったまだ覚えてるやばもう5年前になるんですねでもそれでもさやっぱり当時は全然 <laughs> 全然本当にさその公演イ公演さ二人二人私の私の再倫を振ってくださってる方がいらっしゃったらいい方みたいななんかもうたまにさもう白白がない日とかもあってと <laughs> ありがとうございますなんか本当にね当時のことを思い返すと。 泣けますね <laughs> なんか今ではほん,なんかもうたくさん私のサイレムカラー持ってくださってる方がいらっしゃって、まあ、私も公演レアキャラになってしまったので <laughs> その影響もあると思うんですけどあ <laughs> ちょっと今日寝違えたからさ首動かすと痛いんだよね忘れてたそれこそユニット公演とかでもさ もう本当にたくさん来てくださってたくさん支えてくださって皆さん可愛いいありがとうございますえなんかさ本当に見当違いだったら申し訳ないんだけどさなんか皆さんこう公園に来てくださるじゃないですかなんか皆さんからしたらさなんかな本当にこれ見当違いだったら本当に申し訳ないけどなんか公園を見たくて。 来てくださってるじゃないですか。ちょっと自分のようの本当に恥ずかしいんだけど、本当に恥ずかしいんだけど、皆さん公演、公演見たくて <laughs> 来てくださるじゃないですかいや。違ったらごめんね。だけど、私からしたらなんか、もうなんて言うんですかね。来てくださることが支えになってるみたいな。わかりますかなんか、本当に。 なん,なんて言うんですかね私は来てくださることが <laughs> 伝わらない伝わらなんかいか言いにくい説明しづらいんだけどなんか私からしたら本当に <laughs> な,んなんて言うんだろう来てくださることが 幸せみたいな天使ありがとうございます。<laughs> えなんなんかなんて言えばいいんだろう本当になんか皆さんが来てくれなかったら元気でないしオンプと花ありがとうございますハートもありがとうございます。 だから、本当に。先生。待って、この髪型で、先生って言うと。先せ生いせいだね。可愛い,い、ありがとうございます。ああ。なんか。なんか。あれだね。すごく。 何話してても心にぽっかり穴ないっちゃうなんかほんとにさお見送りとかでもマナのファンの方の顔を見るとほんとに切なくてんか卒業発表の公演があると毎回そうなんだけどお見送りでさその子のファンの方を見ると辛くなっちゃうね だってマナがいない NGT なんて想像できなくないめっちゃ静かになっちゃうさすがにね寂しいななんか応援したいと言えどあっ危なかった 今日すっごいさごい全然違う話なんですけど今日すっごい腰が痛くてなんか公演始まる前からちょっと痛かったんだけどでも公演中気付かなくてもう本当にいつ気づいたんだろうあお見送りの時だお見送りの時になんかかがもうと思ったら。 腰が痛くて曲がらなくて腰がなんかぎっくり腰の時より痛いかもしれない人生最大で今腰痛がきちゃった音符ありがとうございますでもねトレーナーさんになんかもともとだろうその最近のリハで張ってたのが今日ので今日の公演でガーって来たガーって来て だからちょっと安静にしてれば大丈夫だよって言われたから多分大丈夫だと思うそうアドレナリンで乗り切ったそう多分終焉した瞬間アドレナリン切れたえそう関節柔らかいくだりの時は大丈夫でした全然痛くなかったなんか本当にガチアドレナリン本当に瞬間的に なくなった。ハートありがとうございます。そう。腰痛いってさ。重症じゃない。 本当にさ。腰だけはなんもできないよね、本当に。逆にさ、今いつもさ。猫背でいるのって楽じゃないですか。だからさ、ついつい猫背にしちゃうんだけど、体勢を。猫背にした方が辛いの。体かがめたり。会釈みたいな、なぺこってしたり。すると。めっちゃ腰痛くて。だから、めっちゃもう強制的に。いい姿勢で。 いる今、うん、そうなんと私明日休みなんですだから明日休めば大丈夫だよって言われたよかった明日休みで助かったいました あったら私もずっと見学本当に立てない姿勢いいですすよねありがとうございますでも最近ねスマホ首で首が出てきちゃうんですよねでもあれなのなんか側腕症ってだけの一歩手前って言われたなんかぎっくり腰になった時に <laughs> あの整形外科行ったんですけど「もうすぐで側腕症だね」って言われた そこはしょうだよねあ,れあの背骨がさくの字になるのやばいどっちにさどっちに曲がってるか忘れちゃったからさどっち向きに整えればいいか分かんないんだよねありがとうゆっくり休んでねってコメントが全般しててありがとう。 おすすめの整形外科教えてます私ね整形外科ね上田で通ってたのでちょっとちょっとすいませんあでも新潟の買ってる整形外科もあるんですけどでもやっぱり <laughs> みんな来ちゃうから <laughs> みんなさみんなさ来ちゃうでしょ夢が整形外科行ってる時に気まずいでしょ待ち合い室でさ「えっめちゃんいるあゆめちゃんいる?あちゃんいる」みたいな。 気まずいでしょどうするの夢がめっちゃもうめっちゃ足組んでさスマホいもうふんぞり返ってスマホいじってたらどうするのあっ <laughs> そんなしないけどさ病院であゆめちゃんあゆめちゃん姿勢悪いみたいな気まずいでしょう。そっからやめとこう <laughs> しないけどさめっちゃもう二席二人がけのさソファーも一人で寝っ転がってるとかさどうするそんなの見ちゃったらさすがに気まずくないしないけどさすがに。 でも夢の <laughs> これさ言ってさ本当に病院でさ見かけられたら本当に恥ずかしいんだけどさ <laughs> 夢の病院でのこだわりがあってって言ってさ本当にさ誰かと病院でばったり会ったらどうしよう夢の病院のこだわりはでも本当にさなんかさ街中で 人目を気にしちゃうタイプで全然知らない見ず知らずの人の見,見た目見ず知らずの人からの視線を気にしちゃうタイプでだから夢の病院のこだわりはあこの子本校ちょっと違うなって思われるために本を読んでる <laughs> あのスマホスマホじゃなくて本を読んでる <laughs> 病院のこだわり絶対誰も見かけないでねゆめのことあゆめちゃん今かっこつけてるみたいな思われたら恥ずかしいホンパありがとうございます <laughs> 絶対誰もさ見ないでねスマホいじってる時もあるんだけどメール書いたり LINE 返したり SNS したりだけど やっぱりかっこつけたいから本読む <laughs> 何の本を読んでるんですか今はね今はねなんかね TikTok でバズってた本を読んでますレモンとあ待ってこれさこんなことさ言っていいのかなちょっと題名がさ NG ワードかもしれない桑垣あゆさんの「レモンと」 大変へっていう本なんですけどなんかこれタイトル読んでバンされたらさ気まずいからさ気になる方は調べてみてでもねめっちゃねバズってた本だからねすぐ出てくる多分言うと気まずいちなみにキノ国ニ書店ですラブラで買いました 面面白い面白いいです今ね120ページまで読んだちなみに今しおりはこれを使っています富山で買った金曜ロードショーとジブリ店の「千と千尋の神隠し」のしおりママが買ってくれましたあそう星になっちゃった そうミステリー系が好きです私は私が好きな作家さんは東川徳也さんと美濃とかなえさんと辻村美月さんと岡崎拓磨さんと中山七里さんです結構結構あのどの方も多分王道だと思う 私はこのミステリーが面白いっていうコンコンコンクールなんだこのミスっていうなんかコンクールなのかながあってそれの出てる作品を読むのが好きあコンテストそれが痛かった <laughs> だってコンまでは出てたのコンサートだっけと思っちゃってコンテストがコンまでは出てたのありがとうコンテストです だからみんなもおすすめがあったら教えてください。小説だと怖くても大丈夫なの全然そう。怖く、あそう、大丈夫。なんか映画とかアニメとか、やっぱりそう映像を見せつけられる怖さだと本当に私無理なんですけど、まあ。でもそもそもホラーは私読まないあ。でもミステリーも怖いかもしれない。あ、でも怖くない。一人だったら怖いけど。 やっぱりスマホでスマホだったら見れるんですミステリー系のドラマみたいな背中をこうソファーとかにつけてこうやって見てて怖い時はこうやってやる怖い時は画面見なければ見れるあ待って私これちょっとさ 作家さんの名前がさちょっと間違えたら申し訳ないから読まないんだけど「それから」っておちゃんがお世話になた読んだ夢もさそれ好きだった好きだった国知好き夢もその先生の本持ってるな,なんだっけななんとかとテロリスト勝った音符とだるまありがとうございますプライベートは変装してますか私さ信じられますか今日これで帰ってきました 帽帽子子れなくて帽子諦めてめ <laughs> これで帰ってきましたねみんなさ「58分になったら教えて」「<laughs> 電子書籍じゃないのがこだわりなんだそう私ねなんか電子だとスマホだとなんか読めないんですよねなんかページめくるのが難しくて」 あとなんか達成感を味わいたいタイプなのでこれがいいわかるやっぱり57分ありがとうございます でもやっぱりちっちゃいバッグの時とかさすごく困る外歩く時にさやばい腰痛いあっちょ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 っと待って今さ今さここでねここでねちょっとねこっちだあこっちかなまあどっちのみかなんか今ここでさ ほげそうとしたんだけどさちょっとやばいかも電気走ったありがとう58分じゃあそろそろランキング読ませていただきますやばいなんかマナマナの話どうやって触れたらいいか分からなくて終わっちゃうそれではランキング読ませていただきます13位浩平さんありがとう 十二回後さんありがとう。十一ヒンジさんありがとう。十位翔太さんありがとう。九位慎吾さんありがとう。八位勝利さんありがとう。七位なおくんさんありがとう。六位くにさんありがとう。五位はるく後さんありがとう。四位とうさんありがとう。三位まこちゃんさんありがとう。二位みなみさんありがとう。 そして一ちよったさんありがとうございます今日は公演ありがとうございました音符ありがとうございます今日は結局そのメールとかで募ってみたんだけど今日はくまさんにしてみました実はリバイバル公演でくまさんするの初めてねくまさんするとなんかユニ,ユニット公演を思い出す みんなスクショしといて。うん。今日はそんな感じです。あ、二種類のもう片方はお団子でした。一つか二つ <laughs>。でした。 ちょっとメンバーに聞いたらクマさん派の人が多かったのでクマにしましたいい状態の腰になってねありがとう今何秒だあ終わるバイバイ